組は孤高のモノマネ芸人山本貴大。今回は朝ドラ満腹でもおなじみの長谷川博己に初挑戦。果たしてここここちょっと来てくれ。ここああ福子、ああいいか、僕は発明家だ。今まではダネイコンやラーメンを作ってきた。ああしかし今回は芸人さんを作ろうと。そうだな、例えば髪型は短髪で眼鏡をかけていて、衣装は茶色のスーツなんかどうだ。そしてコンビ名はミキという漫才師にして、名前は後世にしよう。よしできたぞ福子。どうもミキです、お願いします。ねえ、どないしたん。週末は家族で外食。え、俺行ってない。いやいや俺行ってないって、行ってない。俺の家族や。長男だ。たまれたまれ。マジで。もう帰ってくんな。もうバリア。バリア。太ってるから。ここまで上がんな。1、2、3。1、2、3。やめろ。こんなミキ構成いかがですか。誰が買うねん。俺が買うわ。俺が買う言うてんねん。あれ俺が買うわ。あれちょっと、何や、お兄ちゃんが二人おるな。あおい、何やお前誰や。お前が誰や。俺はミキ構成や。俺がミキ構成や。マジか、お前が違う。もうバリアバリア取ってたか。ここまで上がんねん。1、2、3 1、2、3。やめろ。ちょっともう二人とも喧嘩やめて。なんでどっちも本当のお兄ちゃんじゃないんやから。何やねん。対する赤組はリアクション芸のパイオニア。